どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、防災用ラジオ懐中電灯。思春期に少年から大人に変わらんそんな感じだったな。教えてよ、僕だけのレディオです。レディオ徳永秀明さんお待たせいたしました。本当ね、もう見ただけで初めて見た。本当ですか、うん、防災用のラジオ懐中電灯。何がすごいかと言いますとですね、うん、ソーラー、まあ、ラジオもいけると、うん、ライトにもなると、うん、で SOS のアラーム爆音が出るようです。ええ、ビビってる。この壁の薄さにな、嬉しい機能だと思うんだけど、ちょっとええ携帯電話充電できる、すごい。開封用意、開封、引き抜き用意、引き抜き、引き抜き、ドドーン。おお、緑。おお、カラーはあれだね、この辺みたいなのがファミコンに見えてきたこれな、コンパクトですね、うん、入れ物もあるのね、うん、あ、これね、充電してくれると、うん、素晴らしい、素晴らしい。ブレーカー落ちてるとか、うん、ないですからね、うん、立つのかな。おお、お、お、まぶしい、まぶしい。どうしたどうしたの、まぶしい。いやいや、全然、だって俺パネル立てただけだから全然。おお、光ってる。嘘、うん、いや光ってねえじゃん。これを立てると、おわ、マジか、うん、なるほど、こあのスタンドライトみたいな感じだ。すげえ。 FM、AM ってありますね。これがチューニングってやつ、アンテナ。おい、うわ、懐かしい、そのタイプ。これもっと伸びるよ、それ。アンテナ。ほら。おぉ。ラジオ、あ、電池ないのかな？この FM と AM が選べましてですね、うん、ボリュームとチューニングってなってます。ギョギョのタイプ。うん、あったなぁ。おぉ、ついた。素晴らしい。眩しい。結構眩しい。全然眩しい。結構強い。これで多分、漁業でこれバカ売れじゃね、これ。これ漁業バカ売れだな、うん。これで防水だったかな、もし。そうそう、それ。ラジオ使うしな、結構な、漁業の人。で、SOS アラームっていうのがあります。あ、ランプやりました。一瞬やってみます、じゃあ。一瞬。怖い。発射用意。3、2、1、オン！あれ？あれ？怖い。電池足んないのかな？かもしれない。携帯が充電できるということで、これ開封用意。開封、バカ。お、お、どうすか。2つある。 USB と、これ多分ね、Android だね、これ。はいはい、はい、挿入用意。挿入、カチッ。なるほど、やはりこれは電池は、こちら手回し機能。なんとこれ手でこう回すことでですね、自家発電ができると。すげえ。そうそうそう、回しております。なんか光ってる。あ、ちょっと待って、これ、光り出した。え？光り出した。あ、光ってる。いいよ、いいよ。佐藤さん、頑張って。いいよ、いいよ。何屋さんだ、これ。今、ラジオの鍵からね。ありがとうございます。はじめの発電時、ラジオの内部電源を活性化するために、ハンドルを3分から5分ぐらい回してください。マジかい。手回し速度は1分間に130から150回転です。結構早くね。一般的に7時間ぐらい完全に充電できるんだって。でも、すごくね？すごい。3分から5分回せば、7時間ぐらいは、充電できると。マジ？それすごいね。LED ライトで20分、15分20分を使えると。ラジオは5分から10分ほど使える。スマホ通話は3分5分間に使用できます。消えた。魚が上がってくる、魚、あ、来た、よし。バシャー。釣れた？釣れた。主釣れた？釣れた。昔やってたわ。主釣り。ライオ釣れた。じゃあスイッチ。オン。おお、ほら。いいね。やった。いい感じ。流れた。アンテナもあるね。あ、そうだ。3、アンテナ、拡張用意、拡張。
これでもう大丈夫でしょう。なんかちょっとかっこいい、なんか。かっこいいかっこいい。入るかな。はい。お、お。はい、ということで、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいですね。はーい。ちょ、さっきある、危ない危ない危ない。いけたね、今。おー、いろいろ入る、いろいろ入る。素晴らしい。すげえ。ちょっと音流れると感動するわ。なんか、ありがてえな。何にも繋がってないから。うん。電源も。これ回しただけで、これですよ。必要なのは、うん、カロリーです。食べ物があれば、食べ物があればいけると。5分通話できたら十分じゃない？十分。携帯。うん、大丈夫だからとか、うん、なんか必要なことは伝えられると思うんですよね。うん、手巻きでもいいんですけど、単4電池が入るようなスペースになっております。はい、ということで、電池、単4を3本入れてみました。電池を入れまして。ビビってます。大丈夫、大丈夫か、オレンジ。それでは行きますよ。こちらをスイッチを入れると SOS、 はい、アラームが鳴るそうです。点火用意、点火。おお。ここも赤くなった。今赤くなったな。バッてきた。はい、今ちょっと慣れてきた。321。おお。これ多分もっと上がるような感じしました。はい、もうサイレンですね。しかしやめましょう。いやー、今、なんか、インベーダーゲームの、弾撃ったみたいな。ちょっとレトロゲームの音がしたな。そんな音がしましたけど。あー、でもちゃんとなりますよ。うん。で、この、リールみたいになってるっていうのが、これもう、釣り好きにはたまらないっすよ。うん、なんか釣り行けないお父さんとか、こう、家でこうやって、こう、リール、こう巻いてるパターンもあるじゃないですか。あ、つまりお父さんに渡しとけばいいっていう。そうそうそう、勝手に、うん。渡すと。うん。回させると。なるほど。そしたらお父さんもこうやって、こう、目つぶって、想像しつつ、うん、さらにこう娘息子さんはこの充電をできると、うん、もう最高のシステムですよね。そうだね。みんな幸せ。みんな幸せ。お父さんも負ける。うん、程よく重みがあります。うん、そうそうなの。結構。ああ、結構甲高いな。うん、結構いくらっすか。これはですね、2500円ぐらい。ああ、すごい多機能なのにこれ。これね、あ、そうなんですよ。これ案件じゃないですよね。完全に。自腹で買っております。なんかいいんじゃないかなって、うん。たまにはね、こう、ストレートな防災を。グッズをね。はい、グッズをね。ただ紹介するっていうのもいいんじゃないかなと思って。しかし、すごい機能の種類だ。なんか昔の筆箱みたいなの、子供の。いろんな多機能の筆箱みたいな。あった、あった。あったな。うん、ピンボールとかでいいんだよな。カチャってはめてくれて、パチってやると、こう、ビー玉みたいなのこうやって。うん、なんかシャッペン、あの、ペンとかにもいろんな機能あったな。ボタン押すとここからシャコってこう、ボールペンみたいなの出てきて、うん、もう違うとこ押すとシャコってこう、消しゴム入れの箱が出てきたり。あれ持ってっとヒーローな。あれあんのかな今も。いや、ねえべえ。さすがに。いやー、わかんないよ、子供の世界は。あったら貼っとこう。多分あるよ。多分あると文房具でしょ。あると思うんだよな。電池もなんもなくても、ラジオでこう情報収集ができるっていうのは、うん、本当にあの、防災、災害がね、起きた時には非常に有効な手段だと思っております。で、充電もできるということですから。うんうん、しかもね、うん、見てこれ。もうほら、ストラップに、さらに、簡易的な、カラビナ的な、うん。ほら、いいでしょ。両手も開くし。はい。いやー、腰につけて回せばいいんでしょ。腰、どういうこと。腰につけ、こうつけの、うん、回すの。うん。おめ、これ、おめ、おめ、昔のスネイル、スネイルランプぐらい、おめ、低いベースになるぞ、これ、おめ。わかる人いるかな。I gonna keep on だ。I gonna keep on だ。This is my life. おめ、低いで。あの低さに憧れたら。ちょっとあれか、引きづらいやつな。これ、未だかつていねえだろ。これ巻きながらスネイルランプ言ったやつ。いや、いねえ、いねえ。一人だ。おめ、一人だ。世界で一人だろ。うん。あー、ちょっと巻きづらいか。まあ、いや、スネイル、いや、っていうか、あの、スネイルランプの位置、巻きづらいっていうか、うん、引きづらいから。もともとね。そもそも、うん。ね。ビートルズぐらいの位置がやっぱいいんですよ。あ、ビートルズぐらいの位置がやっぱ。あ、これだよ。もしくはサンボマスターの。サンボマスター。サンボマスターこうだっけ。結構高いよ。うん。うん、はい、終わりましたけれども。いやー、すごい。うん。多機能だ。非常にね、多機能で。うん、本当にね、使えるあの、グッズだと思います。これ一個バッグに入れただけでもね、うん、かなり、コンパクトでいいと思いますよ。はい。ツイッター、インスタやっております。特化群で検索フォローお願いいたします。おもうわざとだね。なんだおめでとう。びっくりした。こっち向いてたから。はぁ、あ、びっくりした。はぁ、あ、びっくりした。はい。こんな感じで。うん、やってる俺もびっくりした。びっくりしたな。自分で入れたんだけど。うん、多分隣の人もびっくりしたぞ。だな、これちょっと、もう、近いからな。チャンネル登録お願いいたします。はい。本日はこれまで。それじゃあまた。